ついに優勝達成しましたね。そうですね、まあ、あの運が良かったのもありますけど、まあ、とりあえず優勝できて良かったです。もうスタートから前に出てる、はい、まあ、そこはあの作戦っていうか、自分が絶対にホールショットを取ってやらないと、あの後ろに巻き込まれると思ったんで、あの引っ張られてしまうと思ったんで、まあ、ホールショットだけは何とかして取りたいと思ったので取れて良かったですね。途中最初はなんかあのアドバンテージボードで見てるとほとんどなかったのに、途中から急に何秒って開いたんで、あれ中須賀さんがとなんかの何かあったんだなとは思ったんですけど、そこからは、まあ、無理、そこまで無理せず、まあ、キープしながら、はい、走りました。だから残り5周でしたっけ、はい、かなりちょっと、まあ、ヘアピンというヘアピンで後ろ見ちゃったんで、ちょっとそれは反省ですね、はい。チェッカーを受けた瞬間はいかがでした？まあ、実感はなかったですけど、やっぱ嬉しかったですね。まあ、ちょっと正直今日はあのトップレベルには近づいてたんですけど、近づいたっていうだけで勝てるって保証は全然なかったんで、まあ、本当に勝ててよかったっていう、あ、安心したのと、もうすぐ初戦のテストあるんで、まあ、今日も引き締めなきゃダメだなと思いますね。今日はあの吉村鈴木レーシングの一員として初めて勝つことができました。これからもどんどん勝てるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。